こんにちは、吉田さん。そうですね、変化っていうのはちょっとずつならみんな起こしてるんですよ。でもなんで変わりきれないかっていうと、変化する作用の反対方向に反作用って必ず起きるんですよね。だからせっかく変化した行動をしても揺り戻そうという心理的作用があります。社会的な作用もあります。ですんで放っといたら元通りの暮らしに戻っちゃうんですよ。でも本人は変わるために少しずつ努力してるって意識があるんで、やってもやってもなんで自分の暮らしは変わっていかないんだろう、もう3ヶ月、6ヶ月、1年、2年やってるのにっていうふうに思っちゃうんですよね。でも冷静に考えてみると、変化してるつもりで結果変化してないことは客観的に見るとね、分かりやすいんですよね。例えば収入源ですよ。収入源は何年も前から同じところからの収入源になってることに大いに疑問を持たないといけないですね。それは新しい扉を開いてないってこともありますし、同じところから得る収入源が上がっていけばいいんですけども、だいたい継続する収入源って減少していくんですよね。だから同じことをやると新規参入だけ増えてマーケットが広がらないんで、現状広がらないんですよ。ですんでどん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 なくなっていくんですよ。今広がってるマーケット産業っていうと、プログラミングは相変わらず広がってる。それから金融ですね。特に金融ですね。金融に関わる作業をしてなければプログラミングでもデザインでもものすごく減収してるはずなんですよ。で、誰でもできることとかちょっとの努力でできることってすぐに過度競争になるんですよね。ですんで小刻みに本当にね、自分の収入源についてはマーケットをどん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 変えていかないと追いつけないんじゃないかなと思いますよね。もしマーケットを変えずに、例えば吉田さんみたいに情報発信で稼ぎ続けてるとしたら、扱う情報がどんどん変わってる、もしくはマーケットが求めてるものがどん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 変わってる、それに合わせて情報を変化させてることなのかなと思いますよね。ある時は投資をやったり、ある時はサイト構築してみたりとか、ある時はライティングをしてみたりとかだと思います。ね、ネタがね常に変わってますよね。そういう意味で言うと情報コンテンツってのは無限に変化ができるんで、強いなと思いますよね。やってることは情報発信なんですけども、情報発信の中身、これを変えることができるのが強いんじゃないかなと思います。振り返ってみると、私も最強のアフィリエイターでいた時期っていうのは3年ぐらいしかなくって、最強のセミナー講師でいた時期も3年ぐらいしかなくって、今いろんなことを組み合わせて YouTuber をやってますけども、扱うネタはある時は生活保護、ある時は持続化給付金、ある時は暗号通貨、ある時はナイトライダーとかね、変えつつやりつつですね、時に塾生さんの動画を扱ってみたりとか、有名人の動画に張り付いてみたりとかしますけども、この変化が効くっていうのも、情報発信ビジネスの強いとこかなと思いますよね。で、 YouTube っていうコンテンツが、やっぱこう世界随一の情報発信コンテンツになったっていうところも大きいんじゃないかなと思います。前回ちょっとお話したような気がするんですけども、ほとんどの人っていうのはね、文字を読めないんですよね。本が読めないとか、文字の密集したものにもう頭が痛くなっちゃうんですよ。で、文字が読めない、読んだ文字を展開することができないんで、発想も広がらないんですよ。貧困になるんですよね、発想が。だからね、ツイッターとかものすごくね使いにくいなと思うのは、ツイッターって頭のいい人がものすごく短い文章にいろんな思いを込めてるんですけども、それを受け取った人がその短い文章を展開して何を言おうとしてるのかってことが理解できないといけないんですよね。でも多くの方は切り取った文章とか詰め込んだ文章、短くしたその凝縮した文章を読み切れないんですよね。やっぱりね、140文字でしたっけね、140文字を4000文字ぐらいに展開できないといけないんですけども、多分それができないんじゃないかなと思うんですよ。例えば吉谷さんなんてのは一つのキーワードでそこからね、1時間でも3時間でも5時間でも10時間でも30時間でも話すことができると思います。私も同じです。一つのキーワードでずっといけるんですよ。それはだからキーワードをどんどん展開して因数分解する能力ですね。で、なんで因数分解できるかっていうと、いろんなストーリーとか10時間、30時間、50時間のストーリーを例えば30文字ぐらいに凝縮できるからなんですよね。この凝縮と展開、圧縮と展開、これが読む能力なんですけども、ほとんどの方はこれができないんですよ。ですので、どうしても映像コンテンツになります。動画コンテンツってぼーっとしとけば入ってくるんで楽なんですよね。音声コンテンツもそうです。ですので私は動画コンテンツにしても音声コンテンツにしても発信はするんですけども、受信はほとんどしないんですよね。ですので世の中で何が起こってるのかだんだん分からなくなってきたということもありますし、せいぜいね、今
ドル円がどうなってるかぐらいなんですけども、もっと言ったら世の中で起きてること分かんなくたって、自分の身の回り半径2キロで起きてることが分かればもう十分なんじゃないかなと思うんですよ、うん、もしくはねプラスアルファで自分とつながってる人が何を求めてるのかってことと、それに自分が何を与えていけてるかってことが分かればもうこれで十分だし、それ以上のことってのはね、例えば今後の難民がどうしたっていう問題はもうどうしようもないんですよね、うん、それはそういうことに長けた人にお任せするとして、で、まあ、私ができることってのはやっぱこう創価塾ってものに集まってくれた方とか、私とかね吉谷さんの動画に集まってくれた方のニーズにお答えすることで精一杯かなと、うん、それ以上のことやろうと思ったら人生では足りないんですよね、うん、まあ、ただねやっぱり世の中のニーズ、もしくは世の中って大げさですよね、私は吉谷さんの動画に反応する人のニーズっていうのは限られてますんで、それこそね世界平和をなんかやってみたいとかね、火星に行きたいっていう要望は上がってきてないんですよね、ナノテクノロジーをなんとかしたいとか上がってこないでしょ。もうやっぱり日々の生活費、借金の問題、お金の問題が多いと思うんですけども、そのお金の問題も3000万5000万の借金がありますとか10億20億稼ぎたいですって人はいないんですよ、まあ、せいぜいね体験として1億円ぐらい稼いでみたいとか、一番多いのは今の収入を毎月10万20万これを上げてみたいっていう方が正直多いんじゃないかなと思うんですよ。で、そういう方にお答えするために、うん、私はやっぱり情報発信ツールの YouTube っていうものをマスターすれば早いんじゃないかなと思うんでね、まあ、YouTube をやり込むことというのをずっと前からお話してますし、その上で余剰資金を使って暗号通貨投資とか FX 投資するのは、まあ、大歓迎なんですけども、何もできないからといっていきなり投資の世界に入っていうのは結構ね難しいんじゃないかなと思いますよね。例えて言えば今度ねオリンピックがあると言われてますけども、もう体を動かしたことがない、運動部にも入ったことがない人がオリンピックで走ってみたいとかね、飛んでみたいとかね、競技に参加したいって言い始めることぐらい荒唐無稽なんですよね、まあ、ですので自分の走れるマーケットとか自分の通用するマーケットにまずは足を踏み入れて、そこでまあそこそこの地位を築いていくこと、まあ、それがね月収5万10万を足すことなんじゃないかなと思いますし、それが実現した時にはいつの間にか自分の収入源っていうのが移り変わってることに気づくんじゃないかなと思うんですよ。さあじゃあそろそろまとめに入りますけども、ここ3年とか5年とかね10年とかを振り返って、今回お金のことについて言いますけども、収入源が変わってない、もしくは変わったんだけども収入が減っているって人はちょっとね気をつけた方がいいですね。それは新しい世界に足を踏み入れてないってことなんですよ。踏み入れたつもりでも新しい世界には新しい靴が必要なんですよ、新しい目が必要なんですよ、新しい頭が必要なんですよね。で、私たちは2つの目と頭を1個持ってて考えることができてない、先ほど文章が読めないって言いましたけども、この現実に早く気づいてやべえなと、今までできてるつもりだったけども客観的に見たら自分は全然できてないなっていうふうな、こんな自己否定論もね必要になってくるんですよね。でも人は余裕がない人ほど余裕な行動を取りますよね。先延ばししてみたりとかね、お金はいらないやってみたりとかね、なんか無駄なことに時間を使ってしまって自分の今本当にしなければならないことを後回しにしちゃうわけですよ。で、後回しにしてる間に、なんだこれ、廃品回収か、廃品回収ですね。ちょっと出したいもんがね、行ってきます。行ってらっしゃい。